こんにちは、気仙沼駅に来ています。宮城県の気仙沼駅ですね、大船渡線と気仙沼線の接続駅です。それでは行きたいと思います。駅前ですね、以前にも来たことあるんですけど、以前と全く変わってませんね。気仙沼駅前、気仙沼古町郵便局でしょうかね。古町って言うんですね。気仙沼駅っていうのは、気仙沼市の、本当の意味での中心かっていうとちょっと違うみたいなんですね。町外れではないんですけど、ちょっと端っこの方ですよね。なんかバス乗ってる人が多いですね。一ノ関から、大船渡線で、気仙沼までやってきたんですけど、結構乗ってましたね。70人ぐらいかな。70人ぐらい乗ってて、気仙沼着いた時には3、40人ぐらいですかね。でも途中から乗ってくる人もいて、結構賑わってましたね。今日はですね、2011年の10月2日なんですけど、10月2日現在でも、大船渡線の気仙沼から盛りの間と、大船渡線の、気仙沼と盛りの間と、気仙沼線の柳津と気仙沼の間がまだ普通ですね。運転、見合わせが続いてますね。津波の影響で、再開するのがね、結構大変というか、らしいんですね。ただこの辺は特に何も問題はありませんね。以前も来ましたけど、変わってませんね。岩手県が好きで岩手県中心に回ってるんですけど、気仙沼はね、結構海の町って感じで面白いんですね。あとバスも結構面白くて、いろんなね、山の方行く路線とかね、海の方行く路線とか結構たくさんあるんで面白いですよね。なんかちょっと今生臭い匂いがしましたよ。なんかプーンってしましたね。海苔ですね。海苔問屋だってね。すごいね、問屋だからね。おー、松屋旅館だって。すごい、3階建てすごいですね、この木造家屋。なんかこう、なんていうのかな、老いた体をしっかり支えてるっていうんですかね。なんか見応えがありますよね、このなんていうのかな、店の一軒一軒にね。みんな同じじゃないんですね。みんな同じだよとか、そんなのダメですね。みんな違わないとね、面白くないですもんね。裏通りもこんな感じですね。三陸新報って書いてありますね。三陸海岸のローカル誌でしょうかね。そして、三陸せんべいだって。三陸にこだわってますね、やっぱね。そういえば、気仙沼線とかね、大船渡線の、盛り方面がまだ復旧しないのは、とか復旧の目処が立ってないのは、なんか町を高台に移転させるっていう案があって、それをする場合は、鉄道も一緒にこう移転させることになるから、それでまだ復旧のね、こう方針が決まってないっていうことらしいんですよ。らしいんですけど、しかしね、町の高台移転っていうのはね、私はやんない方がいいと思いますね。それもケースバイケースというかね、地域によって若干状況は違うと思うんですけど、基本的にはそういうのやらない方がいいと思ってるんですね。どうしてかっていうと、やっぱりこう低いところの方がたくさん住宅が密集させることができるじゃないですか。ね、もちろん低いところの方が便利だから、普通にこう海沿いにね、町ができてたから、それを変えるのはおかしいっていうのもあるんですけど、特に三陸海岸っていうのは、こう山がね、海岸近くまでこう大きく迫ってるわけですよ。だからそういう状況の中で、酒台に移転させるとなるとですね、まず山をね、かなり切り崩して開発していかなきゃいけないっていうのと、仮にそれをやったとしても結構起伏が多い町になってしまうと思うんですよ。坂道とか
坂道とかね、多くなっちゃうと思うんですね。でもちろん起伏が多いですから、もちろんね、住宅とかもね、今までのように密集させることはできずに分散することになるんですね。でそうすると目的地までが遠くなるじゃないですか、ね、今まで、近くのコンビニまで行くのに500メートルだった人が、1500メートル先になってしまうとか、そういうことが起こるわけですね、だからなんていうのかな、その高台移転させようとか言ってる人はね、そのこうやってこういう感じでさ、いつもこう自動車で動いてるから、そういうことに、そういう事態になった時の不便さっていうのを感じないんでしょうけど、もっとね、この子供とかね、お年寄りとかのことを考えたら、高台移転っていうのがあんまり良くないってことはね、わかると思うんですよ。それにあれですもんね、なんていうの、高台移転させるってことは、山の方にこう、人が進出していくわけですから、自然破壊につながりますし、それにさ、あれですもんね、熊が襲ってくる恐怖とかね、そういうのもさ、増大しますよね。あ、ここはちょっと何でしょう、国道の旧道かな、こっちですね。この辺はまだまだ特に被害はなさそうですね。今まではね、最寄りのバス停まで500メートルで、最寄りの駅までね1キロだったっていう人が高台に街を移転させると、それが最寄りのバス停までね1キロとかね、最寄りの駅まで3キロとかね、そういうことになりかねないわけですよ。だから町田の高台移転はやめた方がいいですね。っていうか、別にこう個人がね、高台に移り住みたいっていうんだったら、まあ、それは別にそれを補助してあげるっていうのはそれは別にいいんですけど、あ、こう三日町ですね、まあ、三日町っていうとね、まあ、いろんな町に三日町っていう地名はたくさんありますからね、別にこう、あ、化粧坂、次は化粧坂だって、気仙沼名物の化粧坂が次のバス停だ。まあいいや。おっとっと。個人がね、別に高台に移りたいっていうんだったら、別にそれはね、その人の勝手だし、それを例えばこう援助してあげるとかね、そういうのは私は別に構わないと思うんですよ。でも、その自治体とかね、国とか県とか市とかね、そういうのが主導で、はい、皆さん高台に移りましょうって言って、全員をね、こう高台に強制的に移すっていうのかな。みんなで移ろうっていうのは、それは違うと思うんですよね。全然こう、なんていうのかな、いわゆる交通弱者のことを考えてないんですよね。まあでもさ、そんなこと言うとね、いやお前さ、そんなこと言うけど命を守るためなら多少の犠牲は仕方ないじゃないかってね、言う人がいると思うんですよ。津波の恐怖、津波からのね、命を守るためには高台に移るしかないんだとかね、言う人いると思うんですけど、いやでもね、そうなんだけど、だけど このね、この今のこの気仙沼の市街地に歩いてますけど、まあね、普通ですよね、普通、こういう風に普通であるように、被害がね、大きかった地域でも何年かすればね、何の変哲もないね、平和で退屈なね、日常がね、また戻ってくるわけですよ、まあ、いわゆる復興というものをね、成し遂げて戻ってくるんですね。あ、郵便局ですね、前川屋、この辺結構華やかですよね。あ、市役所があるんですね、なんかこの辺のこう、なんていうのかな、このお店の、デコボコになってる文字なんかいいですね。なんかこうお店をこう説明してるんですよね。なんか いろんなことやるよってね、いやもうこんなことやっちゃうんだからね、どん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 仕事をくださいっていう、あ、ここが気仙沼郵便局なんですね。だからさっき気仙沼駅前が気仙沼郵便局じゃなくて気仙沼古町郵便局だったじゃないですか。やっぱり気仙沼駅っていうのはその街のちょっとこう端っこなんですよね。これすごいです、宮古バスに岩手県交通に、これバス、バッテンがついてるから、これは廃止になったのかな、これ岩手県交通も来てるんですよね、大船渡線ってさ、気仙沼のあたりだけが宮城県じゃないですか。一ノ関もさ、大船渡も岩手県ですから、ただ気仙沼っていうのもね、なかなかね、こう、なんていうのかな、仙台とかとのつながりっていうよりも、むしろこう岩手県とのつながりっていうのがね、ありますよね、やっぱね。
気仙沼市役所だって。これ市役所なんだけど、なんかショッピングセンターと同化してるんですか、これ。面白いですね。なんかこう、地域の街と一体化してるっていうの。なんか市役所っていうとこうお堅いイメージですけど、ここはなんかちょっとこうふざけてるっていうのかな。ふざけてるわけじゃないんだけど、スーパーと一体化してますね。面白いですね。で、気仙沼はね、やっぱり、ね、岩手県交通とかもね、来てますよね。ここは八日町ですね。三日町とか八日町とか、いろいろあるんですね。で、それでですね、高台移転が良くないっていう話の続きなんですけど、被害がね、どれだけ大きかったとしても、いつかはね、普通の毎日っていうのかな、前みたいな、その、平凡でね、退屈な毎日っていうのかな、平和な日常が戻ってくるわけですよ。ね、あの時はね、2011年、あの時は本当に大変だったねってね、もうなんかこう思い出話のように語れる、そういうこう日がね、いつかは来るんですよね。あんな時代もあったねと、いつか話せる日が来るわ、なんて歌がありますけど、あ、なんかちょっとこの辺、あ、ちょっと待ってください。あ、やばいですね、この辺ね。そんななんかさ、のんきな歌歌ってる場合じゃないですね。何これ、いや、やっぱりここの辺からちょっと被害が出てきてるんですかね。今まで全然ね、気仙沼大丈夫じゃんって思ってたんですけど、ちょっとこれはひどいですね。これなんかこう、瓦礫がお店の中にこう押し込められてるっていうのかな。このカーブも、さっきのカーブ曲がった途端ですよ。ああ、それから、あ、何ここ、こっからいきなりやばいじゃないですか。信号機が止まったまま動いてないですもん、この辺。仙台銀行がありますね。ここはもともと普通の信号交差点だったんでしょうけど、そこ見ればわかるように、この信号機が消えてますよね。あ、臨時でこう止まれっていう標識はあるみたいですけど、この辺りから急になんかこう、なんていうんですかね、災害の現場っていう感じになってきましたね。あ、岩銀があるんですね。この辺なんか、なんか建物がみんななんかこう、全然死んじゃってますもんね。いや、ちょっと待って。どうなってるんでしょう、これは。いや、いきなりでしたね。さっきのカーブ曲がった途端ですよ、本当に。あ、ここもね。あ、新潟や刃物店。滝の入りの自宅で営業してます、だって。あ、ここはもうやってないけど、別のところにやってるよって話ですかね。しかし、さっきのね、カーブを曲がった途端にこれだけひどい状況になるっていうことはですね、あ、これは、標識がね、速度標識がこう、倒れてね、そのままになってますよね。一応道路はね、一応こう、通れるようになってますけど、まだまだね、こう、本当の意味でね、瓦礫がね、外されたかっていうと、そうではないですね。この辺、このゴミなんかもどうするんでしょうかね。ずっとここにありますけど、落書きですね。これもなんか多分舗装が剥がれちゃったんじゃないですかね。ちょっと待って、ここどうしよう。おね、おー、ちょっと、あ、ここはあれな、どうなってんだこれ。池になっちゃってますね、ここはね。池の、向こうになんか家がありますから、多分これ海の水がザブンってきて、そのまま抜けないまま半年以上経ってしまったってことでしょうかね。向こうもやっぱり信号が消えてますよね。なんで信号が、再稼働させられないのか、それはちょっとわかりませんけど、電気関係がやられてるんでしょうかね。
なんか急にこう緊張感が増してきましたね。なんか、さっきまではね普通のこう街歩きの歩行動画だったんですけど、こっからちょっとやばい、本当に、まあテレビでね何回か見たんですけど、でもなんかさ、こう地震があった直後ね、一応テレビとか見えてたんですけど、なんかもうそのうちうんざりしちゃって、なんかこう被災地の悲惨な現状とかね、そういうの毎日毎日やってるんで、もうなんかうんざりしちゃって、なんかこうあんまり見てなかったんですけど、実際来てみると、いや、なんかちょっとひどいですね。あの辺の家の屋根がねちょっとこう崩れてますね。あ、さっきのね話の続きですよ。ちょっとこう、まあちょっとね、衝撃的な感じではあるんですけど、でもね、でもそれでもなんとかね、いつかは、それは10年、20年っていうね、そのぐらいの長期的なね、規模で考えれば、いつかはね、平穏な日常が戻ってくるわけじゃないですか。その時に、やっぱり高台に街があると、やっぱりこう移動がしにくいし不便だし、さっきも言ったように子供やお年寄りに、やっぱりこう優しくない街になってしまうんですよね。だから、やっぱり今までの低い、海沿いの街を復元した上で、それで最大限の津波対策をするっていうのが私は最善だと思ってるんですよ。だからそれこそ、防潮堤をねさらにこう高くして頑丈なものを作るとかね、それだって高台にこう高台を開発するよりはね、予算は少なくて済むでしょうから。タクシーがしてますね。あそこがタクシーの営業所だったみたいですね。あ、この辺はもう、この辺は本当に普通にこう住んでる家っていうのかな、ないですね。もう全部もう全滅って感じになっちゃってますもんね。このなんていうのかな、この瓦礫はなんかこう新聞とかでよく見てたんですけど、こう今になってもすでにこう池がねそのままになってるっていうのは初めて知りましたよね。それでですね、ここなんですけど、気仙沼案内所っていうこのバス停があった場所ですね。これがホームなんですよ。ホームで、ここにこう、向こうから来たバスがこう、ぐーんとこう入ってきて、それで、こっちの方に出ていくって、そういう感じでしたよね。ここからなんか、バスに乗った覚えもありますね。あとなんか、でも案内所って言っても、なんか全然案内はしてないみたいでしたね。なんかこう、案内、窓口とかも廃止になってて、ただのバス停みたいになってましたよね。それも今はもうなんか、ただの廃墟になっちゃってますね、やっぱね。ああ、バス停のポールがまだ立ってますね。頑張ろう日本だって。でもさ、この池と瓦礫の中でどうやって頑張れっていうんですかね。頑張れ東北、頑張れ日本とか言うけど、この辺はね、なんかこうちょっとしたこう商店街っていうのかな、タイル敷きの商店街だったような気がしますね。なんかちょっと面白い感じだったような覚えがあります。ああ、ここになんか漁船が、斜めになって止まってますね。これも多分流れ着いてきたんでしょうかね。あ、そういえばあそこの、そのなんでしょうね、あそこの建物は電気がついてますね。何かやってるんでしょうかね。これ消防署でしょう、多分。違いますかね。火の用心って書いてますから。まあ、一部の建物はまだ今でも再開してるんでしょうかね。あ、これね。地震津波に注意っていう、何でもない日常だとね、なんかよくあるね防災標語に過ぎないんですけど、実際に起こってしまうとなんかすごくこう なんていうのかな切ないというか、何とも言えない雰囲気ですよね。あ、ほらここにもね漁船が、例えばこの近くに確か大島ってところに行くためのねフェリーターミナルがあったんですけど、今どうなってるんでしょうかね。宮城県はね離島がね面白いですよね。岩手県ってさ地形が険しいんですけど、有人島っていうのかな、その船で渡るようなこう有人島っていうのがないんですよ。なんか海水浴場のためのなんか小島みたいなのあるみたいなんですけど、
普通の有人島はないんですよね。宮城県はねあるんでね、面白いですよね、その辺はね。大島とかどんな状況なんでしょうかね、今ね。大島もね、あの一回行ったことがあるんですよ。なんかね、こう穏やかな風景というかね、割とこう三陸海岸なんだけど、割とこう穏やかで地形が緩やかで優しい感じの風景っていうのかな。まあそんな大した見どころはないんですけど、そういう場所でしたね。あ、これか。こっちですね、あそこですね。あそこが多分ね、あのフェリー乗り場ですね。しかしなんか海なの、どこからどこまでが海で、どこからがね、あの人が住む陸地なのか、ちょっとはっきりしないような、そんな感じになっちゃってますね。漁船がね、お行儀よく並んでますね。ここが一見普通ですよね。一見普通ですけど、やっぱりこう、瓦礫が残ってますし、なんとなくこう、やられちゃったって感じがしますね。お魚市場、いらっしゃいませだって。なんかすごくこう、元気な感じですね。うちはやってるよって感じですね。見事ですね。気仙沼漁港。普通ですね、ここはね。海沿いですけど。宅急便だって365日休まず営業してるみたいですからね。見事ですね。良かったですね。なんかグーってね、音がしますね。なんか船のような音がしてますね。一部ではなんか漁業なんかも再開してるんでしょうかね。ここも信号が消えてますね。まあちょっとね、完全にこう叩き潰されてしまった町の現状を見つつも、でもなんかどっか船がぐーってこう音を立てたりとかして、ちょっとこうもう一回動き出そうっていう、そういう気配もねちょっと感じられる、そんな感じの、そんな感じですね。あ、バスが走ってるな。なんだろう、宝駅ですね。あ、ローソン、あ、ちょっといいですか。ローソンをやってるみたいですね。なんかコンビニらしいですね。コンビニってなんかあっけらかんと営業してるイメージがあるじゃないですか。いや、そんなこと言ったらね、いや、このコンビニをね、あのコンビニの営業再開までもね、非常にこういろんな人々の努力があったんだよなんて言われちゃいそうですけど、まあそうなんでしょうけど、あのコンビニがね、なんかあっけらかんとやってる様は、ああコンビニだなって感じですね。道路全体がなんかこう水浸しですね。どうしようかな。まあジャブジャブ行くしかないか。あ、本当にやばいですねこれ、本当に。え、どうやって行けばいいのこれ。え、ちょっと待って、ま、ちょっとこれ浅瀬がここだけかな。いや本当に、あ、やばいやばい、濡れる。やばいやばい、どうしよう。あ、ちょっと、こういう感じですよ。うわー、ちょっとやだな。でもここをちょっと通り過ぎないと南気仙沼駅の方行けないんでね。人に習ってこの辺を行きますか。やばい、濡れる。やばい。あ、なんとか靴下まで水が、抜けることなく通り過ぎることができましたけど、また第二関門ですね。これはちょっと、この水抜きできないんですかね。水抜きしてまた水が入ってきちゃうからダメなのか。うわ、ひどいなこれ。ちょっと待って、油断大敵だ。油断大敵、雨やられ。その2011年3月11日に起こった、なんだっけ、東北地方太平洋沖地震ですか。あれからもう半年以上、7ヶ月弱が経ちましたけど、でもなんかこの風景見るとまだよそ者がね、普通にこう、ここ動画撮りながら歩く場所じゃないって感じですね。まあ別によそ者が来たところで、特に願いはないんですけど。これなんだろう、あ、本屋さんか。本屋さんの駐車場もこう、水たまりですからね。
これ水だけなんかこうチューチューって抜いてなんかできないんですかね。まあ、でもそれどころじゃないのかな。それよりもね、住む家を確保するとかね、その仮設住宅ですか。あ、それはもう進んでるんですかね。今日明日のね生活っていう方が優先ですからね。さっきの道路の水浸しはねちょっとどうにかならないのかなって感じはしましたけどね。なんか1階部分の被害が大きいですね。なんか2階部分は、まあ、2階部分もなんかやばいですけど、2階部分は一応建物の形が残ってるじゃないですか。なんで 1階部分がの方がねやられたのかな。あ、津波がドーンってきたからやっぱり下の方が水圧の関係ですかね。よくわかんない。もう水たまりがこう波を打ってますからね、こう穏やかなね。これはガソリンスタンドか。こういうの見るとまだまだね、さっきも言いましたけど、その平和な日常が戻ってくるのがね、まだ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 先なんだなってね思いますね。そろそろ南気仙沼駅の近くなんですけど、あれ通行止めって書いてありますね。どういうことだろう。この先通行止めってことかな。あれちょっと待ってください。この先に道があるはずなんですけど、この先に道があって、この正面がね南気仙沼駅であるはずなんですけど、ちょっと道がなくなっちゃってますね。あ、なんか、あ、ほら水鳥が泳いでますよ。ちょっとカモ見えますかね。ほらほら今ちょっと歩いてますよ。ちょっとここはね人の住む場所ですからね、カモの住む場所に定着されては困りますけどね。確かこの辺にね、都バスの気仙沼営業所っていうのがねあったんですよ。どこだったかな。 あそこですね。これだった。あ、これですかね。もうちょっとなんかこうみんな建物がボロボロなんで何がなんだかよくわからないんですけど、この南気仙沼駅の近くに気仙沼営業所とかあったんですね。あそこにこの赤いバスがなんかこう水に浮かぶような感じでこう止まってますよね。ここが都バスの気仙沼営業所ですね。なんかちょっとこうなんていうのかな、じめっとした感じの湿っぽい感じでね、あんまりこう雰囲気のいい営業所ではないんですけど、もうなんかちょっと、あ、そっか、あれ、あ、そっか、なんか火事でも起きたんですかね。これなんか燃えてもなんかこう茶色っぽくなってますもんね。あ、ちょっとよくわかります。あっちにもなんかバスが止まってますね。これはなんだろう、廃車ですね。宮城ナンバーばっかりですね。地元の人のものでしょうね。当たり前ですけど、軽トラックとか、もうここは本当はね、確かバスの駐車場かなんかだと思うんですけど、もうなんか個人のね土地とかさ、建物がどことかそういうものもなんかよく曖昧になっちゃってますね。バスね。ちょっとこの先ね、水たまりと瓦礫がちょっとひどいんで戻ります。 あそこにホームが見えますね。南気仙沼駅のホームが見えます。でもちょっと駅舎がやっぱりこうこの辺の建物と同様にこう、消失したっぽい感じがしますね。だから南気仙沼駅のその一枚広場に入る道がなんか水没しちゃってて、ちょっと行かれない状況ですね。さっきから生臭いですね、なんか匂いがね。空気ってこの辺を立ち込めてる空気がなんかこうなんていうのかな、なんか貝が腐ったような匂いがしますね。ちょっとね足場が悪いんですけど、南気仙沼駅の方に入ってみたいと思います。これがね駅前通りなんですよね。南気仙沼の方がどちらかというとね、気仙沼市の中心というか、町のね中心なんですね。ちょっと分かりにくいですね。
しかしこの道がねこう水没しちゃってるんで、ここまでですね、ここまでですね、これ駅前広場だと思いますね。ちょっと風景があまりにも変わってしまってるんで、ちょっとねあんまり自信ないんですけど、でも位置的にここがね広場で、やっぱりホームがありますよね。もう単なるこう、単なる地面、水たまりになっちゃってますね。しかしあれですね、気仙沼駅と南気仙沼駅の状況の差が著しいですね。気仙沼駅の方はねもう全然 平然とした感じで何の問題もなかったんですけど、南気仙沼の方はもろにこう津波を食らってたみたいですね。南気仙沼駅とねこの気仙沼営業所がね復旧するときにはその2つを統合して、この南気仙沼駅前にこの気仙沼営業所を持ってきて、列車とバスの乗り継ぎがね、スムーズにできるようにしてほしいですね。そしたらもっと便利になるんじゃないですかね。やっぱり鉄道もバスもねやっぱりこうネットワークが重要ですから、ちょっと長い距離は鉄道を使って、そこからバスに乗り換えて細やかな移動に対応するっていうね、そういう風にね復旧してくれたらいいなと思いますね。なんでしょうね、完了 OK なんてなんか書かれてますけど、なんでしょうね、もう潰しちゃっていいよってことでしょうかね。早足で化粧坂というところを通って気仙沼駅に戻ってきました。こうして見るとやっぱり気仙沼駅が本来は不便な町の中心から外れたところにあるから、無事なんだってことになりますね。ちょっとそれは複雑ですけど、でも別にだからやっぱり海から外れたところにね町があった方がいいということにはなりませんね。あ、バスが来てますね。まあそんなわけで気仙沼駅、また何年かしてね、元通りになった、元通りというかね普通の日常が戻ってきた時にもう一回歩いて、今日の歩行動画が本当一瞬の歴史の中のほんの一瞬の貴重なワンシーンにしたいですね。